柳原か奈子は2016年放送の「サンマ御殿」で容姿の話になった時「サンマさんって私の見た目をネタにしたりいじったりしないですよね?」とサンマに質問した近年テレビにおいては容姿いじりが少なくなってきたがこの時期はまだそこまでコンプラが厳しくなかった時期柳原も例外ではなく他の芸人にはいじられることも多かったのだがサンマからはそのようないじりをされたことがなかったそのことを柳原は「もしかしたら」 芸人として認められていないからかもと思っていたのだがさんまはだって柳原はトークできるやないかトークがうまいからそんないじりする必要ないやろと力を認めているからこそだと明かしたすると柳原は本番中にもかかわらず号泣そしてちょっと自分が勘違いしてましたこんなに嬉しい日はないですと泣き顔で喜んだ